こんばんは、ザヤ・アシュレイです。限定ガチャの鏡の楽園をやってみたいと思います。6凸が最大で貫突するには7つ出す必要がありますが、目標は220回くらい回して天井2回と交換2つで3凸です。このガチャはリンヤがピックアップされてるので、 SSR 当選時に 50% の確率で出ます。80回ごとに天井があり、確定で SSR が出ますので、最低でも80回で 50% の確率で1つ入手できることになります。次が80連目ですね。残念ながら 50% でリンヤを引けませんでした。2回目の天井を目指して進みます。ガチャ1回ごとに酒火のコイン総栄が1枚もらい、120枚で1つと交換することができます。貫突している SR が出たらコイン1枚になります。 SSR の場合は10枚になりますが、セニールしか貫突していません。10連で SR が確定で1つ出るので、通常確率で SSR が出なければ10連で11枚溜まっていきます。それ以外に SR が出たり、貫突してる SSR が出ればその分コインが増えるので交換しやすくなります。160連目になりました。2回目の天井でリンヤをゲットできるのか。2回目の天井もすり抜けました。仕方ないのでコインを240枚まで貯めて1凸にします。あと14枚なので10連した後1回ずつやります。あと3回で240枚貯まります。シャドウウィーブを2つ交換します。やるべきことが山積みね。出動したからには結果を出さないと。リンヤさんゲットです。残り水晶でボリションも考えていましたが、武器を3凸する方がはるかに強いらしいので3凸目指して頑張ります。あと107回で2回天井でコインも120枚貯まると思うので、1回天井でリンヤが出れば3凸になります。3回目の天井でリンヤが出たので3凸確定です。あとは次の天井でも出てくれたら4回中2回で確率通りですね。通常確率でクロウが出ましたよ。3凸を目指す前にクロウは貫突しておいたのでコイン10枚ゲットです。次で4回目の天井です。天井でリンヤゲットです。4凸まで来ましたので貫突を狙ってみることにしました。
次の天井で輪矢をゲットできれば5突、コインは218枚くらいになるはずです。その後20回追加でコイン240枚になるので貫突できます。通常確率でココリッタが出ましたね。80連目です。いきなり輪矢を引いてしまいました。天井の結果は果たして、輪矢出ました。これで交換一つと合わせて貫突完成です。ガチャの結果は400回で天井5回中3回、通常3回中1回でピックアップ通算 50% でした。結果はかなり運が良かった気がしてますが、SSR の排出率が 0.75% で約134回に1回、つまり400回に平均3回ということになります。SSR の排出枚数とピックアップがちょうど平均値だったようです。一つ分交換しなくて済んだのでコインが101枚余りました。酒火のコイン50枚でボリション一つと交換できます。スペシャルクーポンが51枚あるので、ネオンの束縛で輪矢ボリションを狙ってみたいと思います。ボリションガチャは40回で天井、輪矢はピックアップ 50% です。 SSR の通常排出率は 1.7% ですので、平均で約59回に1回出る計算になります。武器よりは SSR が出やすいですが、部位が4箇所あるところが難しい点ですね。30連目で急エフェクト出てしまいました。金ボリション2枚で輪矢献身が1枚。そして次が天井の40連目です。輪矢明鏡をゲットしました。これで交換なしで無凸2セットになりました。交換分を含めて3箇所揃ったので、追加で40回ガチャをしたいと思います。天井で輪矢が出なくても無凸4セット、いきなり輪矢出ました。輪矢光の海なので、これで3箇所揃いました。ということは天井で輪矢が出れば1凸2セットも揃うことになりますね。2つ交換できるので箇所はどこでも良いですし、これは期待してしまいますね。天井で再び輪矢が出るのか。ここで出てきたのはキング。天井は残念でしたが、これで2つ交換できます。持っていない輪矢コッコの仮面、輪矢のボリション洗濯箱と交換します。もうやるつもりはなかったのですが、水晶が溜まったことと限定ガチャボーナスもあるので、もう40回だけやることにしました。輪矢コッコの仮面が出てしまいました。最後の天井はどうでしょうか。輪矢明鏡をゲットしました。結果は天井3回と通常4回の計7回中5回輪矢でした。 SSR は約59回に1回なので、
通常117回で4回出たのは強運でしたし、ピックアップ率も良かったです。ボリションは3箇所が1凸で1箇所が無凸になりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらまた来てください。